宗義長は、津島国の守護大名、戦国大名、宗氏の第十七代当主、天文元年第十六代当主、宗春康の子として生まれる。天文十一年十一月、室町幕府第十二代将軍、足利義晴より変岐を賜い、義親と名乗る。天文二十二年、父から家督を継いで宗家の第十七代当主となり、十三代将軍、 足利義富士より重ねて、返記を賜う形で、議長に改名した。1555年、おつぼたち張りの和変が勃発し、議長は、李氏朝鮮の和光討伐に協力した。工事3年、李氏朝鮮と通商条約である、停止役場を結んで貿易を拡大し、宗氏の貿易における繁栄をもたらした。A62 年、綱町やらが無本を起こし、 津島の船越に襲来したが、議長は、息の勝浦でこれを鎮圧して、宗家の事実上の統一を成し遂げた。A69 年8月、家徳を、養子の宗茂直に譲って、府中に隠居したが、なおも実権は掌握していた。後に、茂直が創生したため、茂直の弟義順に継がせたが、これも創生したため、茂直、義順の弟承慶を当主として、 後を継がせ、議長は、その後見人として、政治の実権をなおも握った。天正十五年、豊臣秀吉の九州征伐が始まると、5月に、家督に復帰して、再び宗家の当主となる。その上で日と共に秀吉の九州征伐に参、陣したことにより、津島は本領を安堵された。その後、秀吉の命により、市朝鮮と交渉を行った。この時、 秀吉は、議長に対して1年以内に、朝鮮国王が日本に従属するという交渉が、まとまらなければ、朝鮮に出兵するという無理難題を押し付けたとされる。このため議長は、家臣のゆず、谷康弘を朝鮮に派遣して、交渉に当たらせ、秀吉の朝鮮出兵を回避するために尽力したが、天正16年12月12日に、交渉半ばで病死した。享年57、 再び衆議地が当主となり、後を継いだ。加徳継承寺投資最終任以後。ありがとうございます。